どうもチャックバスです。これからね、ねチェックインしていきたいと思うんですけども、SFC 修行、2工程目のアリサンフライトですね。と、JFK ニューヨークの JFK から東京ですね行ってみたいと思います。ちょうど3時10分からチェックイン開始なんで、そろそろ、ね。カウンターが開くと思います。まだ開いてないですね。開いたら行きたいと思います。これですね。まだここに出てないですね。クラス前の使ったビジネスクラスアップデートを一応完了してると思いますね。ビジネスできると思うんですけども、ちょっとそればっかりやって、なんか一回ネット上で不具合が起きてたんで、今回も、一応ね受付の方に聞いてから登場したいと思います。無事チェックインすることができました。これから保安検査場に向かいたいと思います。あれですね、まさにニューヨークは TSA プレっていう、この保安検査場に余分にお金を払わないと優先保安検査場っていうのは利用できないみたいですね。ということなんで、チェックインして、保安検査場に行きたいと思います。それではね、制限エリアに入りましたので、ラウンジの方にね行きたいと思います。ANA のラウンジは保安2階ですか3階ですか、なんか2階かもね。こちらが ANA のラウンジの受付となっております。それではね行ってみましょう。こっちから多分入れると思うんですけど、そこに ANA のデスクがありますので、そこから入場となります。でラウンジでゆっくりして、そろそろ搭乗時間になるのでゲートの方に行きたいと思います。今回は9番ゲートです。多分俺、僕の予想だとこのめちゃくちゃ並んでるのが多分そうだと思います。やっぱりそうですね。まあ、今回、ビジネスクラスアップグレード、マイルを使って、ね、アップグレードさせていただきましたので、まあ、搭乗開始するまでね、ちょっと待ちたいと思います。
ターフライトですね。前回この便が非常に遅れて国際線乗り継ぎが30分でしたからね、遅れないで飛ぶことを祈ります。Ladies and gentlemen, please make sure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please hold your chair on your lap. Thank you.希望すればオリーブオイルもいただく。
様、羽田空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は10月6日午後8時42分でございます。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は国際線ターミナル143番ゲートに到着する予定です。3時間半後ぐらいにクアラルンプールに飛びます。皆様、今日も ANA とスターアライアンスパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗もお待ちしております。空手にはね、とてもラフなフライトとなります。